パティックエアは、インドネシアの航空会社、同国大手航空会社ライオンエアの子会社である。ボーイング737から 900ER 型機、ビジネスクラスの座席親会社のライオンエアは格安、航空会社として知られているが、すべての座席に、個人用モニターを設置したり、機内食を無料で提供したりするなどといった、ワンランク上のサービスを行う。 いわゆるフルサービスキャリアを2013年に創設した。これがバティックエアである。なお、格安航空会社が運営するフルサービスキャリアとしてはバティックエアが世界初である。会社名はインドネシアの伝統的な布地の特産品バティックを由来としており、機体の外装にもバティックの柄が描かれている。同社は他の多くのインドネシアの航空会社と同様。 EU 域内への乗り入れを禁止している航空会社に指定されている。2017年1月に解除されている。バティックエアは親会社のライオンエアがすでに就航している主要な路線に重複させる形で就航しているものが多い。これにより様々な客層に利用される景気を増やせるだけでなく、カルーダインドネシア航空とフルサービスキャリアとして対抗する形にもなっている。 一方、未だ他社が開拓していない路線を就航開始するなどして新たなビジネスチャンスも狙っている。同社は航空機の納入の遅延のために路線拡充に想定以上の時間がかかっているものの2015年中には40機を保有する計画であり国際線路線の開始も予定されている。2019年2月現在、所要時間の最も長い路線は ジャカルタジャヤプラセンで5時間30分である。2021年8月現在、ありがとうございます。